田島正夫田島正夫5月8日から1962年8月17日は、大正から昭和期の実業家、政治家、大阪商船副社長、大阪商工会議所会頭、貴族院直選議員、奈良県添上郡奈良城角の振り深町11番地で、田島はじめ港の逸豆夫として生まれる。1913年7月、東京高等商業学校を卒業した。 卒業後、宇治川電機に入社した。語学の際があり、勧誘を受け、1916年12月に大阪商船に転じた。アフリカマルジムイン、ロンドン在勤員、ケープタウン在勤員、ニューヨーク支店長を務め、1937年1月、本社営業課長に就任した。1939年1月、取締役,役に昇進し、 専務取締役を経て、1944年11月、副社長に就任した。この間、1942年4月、船舶運営会理事長に就任し、同総裁、運輸通信省海運総局海運局長を務め、戦時下の海運統制、運営に協力した。その他、原田基船取締役、朝鮮優先取締役、日本海汽船取締役、 国際運輸取締役、山際運輸取締役なども務めた。1946年3月22日、貴族院直選議員に任じられ、同和会に属して活動し、1947年5月2日の貴族院廃止まで在任した。1946年9月、大阪商工会議所会頭に就任したが、 公職追放となり、同年12月に会頭と大阪商船副社長を辞任した。1949年10月、第一規制社長に就任し、会長を経て1953年5月に退社した。19563月、大阪国際見本市委員会理事長兼事務局長に就任し、1960年6月まで在任して、貿易の振興に尽力した。 その後、病のため療養をしていたが、1962年8月、心不全のため、伊丹市民病院で死去した。ありがとうございます。